はい。大人のサーフィンライフ、ナビゲーターの原剛です。今回の動画は、えっ、ー、と、いただいた質問に対するお答えです。えっ、ー、と、以前、YouTube にもね、えっ、ー、と、関連する内容の動画をアップしてましたんで、まあ、この機会に YouTube にもアップしておいた方がいいだろうなってことで、えっ、ー、と、作ってます。えっ、ー、と、質問の内容なんですけど、えっ、ー、と、初心者には、まあ、ファンボードは、 まあ、向かない。えー、まあ、正直、おすすめしないっていうことを話してましたけど、それでですね、えっ、ー、と、まあ、うん、僕がそういうことを言うもんで、混乱されてる方がいらっしゃるんですよね。うん、初心者の方は、まあ、ロングボードが一番早く上手くなりますよって話で、なんですけど、ロングボードは、 車に積めない人がいるわけですよ。ね、まあ、現実的に無理だということで、えっ、ー、と、どうしたもんかと悩まれるわけですよね。そこでですね、あの、まあ、このし上がロングボードでしたが、僕が持ってる、先日購入したミッドレングスっていうボードなんですけど、これが、まあ、7、7フィート4インチなんですね。まあ、ロングボード と比べて、まあ、センチで言うと、4、50センチ短いわけですね、うん。これぐらいの長さのファンボードであれば、まあ、いいんじゃないかと思います。ええー。あの、ファンボードってね、ショートボードみたいな長さで、で形もショートボードみたいで、 ただ、その、厚みを厚くしたり、幅広げただけで、初心者向けですよって言ってるのが、まあ、それが主流ですよね、ファンボードっていうのは。それはやめた方がいいですよって話で、一方で、あの、こういうね、あの、ミッドレングスのボードみたいな長さで、ファンボードっていうのも、あの、ありますから、そちらの方でやればいいかなと思います。ええ。あの、ただね、ロングボード、まあ、こっち。 ね、上の方、これ、僕が使っているロングボードなんですけど、でしたが、ミッドレングス、ね。この2本比べると、まあ、乗り味は、ミッドレングスの方もね、ロングボードっぽく、あ立った時ですよ。立った時は、ロングボードっぽく、まあ、ある程度安定して乗れるんですけど、問題は、 えっと、テイクオフなんですよね。だから、一番重要なところですよ、テイクオフ。テイクオフがどうかって話になると、やっぱりね、あの、明らかにロングボードの方がアドバンテージがあるんですね。だから、要するに、いっぱい乗れる。うん、いっぱい乗れる。いっぱい、いっぱいっていうか、まあ、 テイクオフの成功率が高いです。圧倒的にやっぱりロングボードの方が。これぐらい、だから40センチぐらいの違いがあってもね、決定的な、あの、やっぱりテイクオフの違いが感じられます。だからそういう意味ではやっぱりね、ロングボードの方がテイクオフの練習いっぱいできるんですよね。ただ、そう現実的に、まあ車に乗せたり運んだりできないという方であれば、まあ、 7フィート、少なくとも7フィート以上ですよ、のボード。7フィート、ま、僕が持ってるこれが7、7、7、4、7、4なんですけど、あの、軽自動車に入りますからね、うん。これぐらいのサイズであれば。これであればね、あの、車に乗らないってことはないので、うん、というわけでね、少なくとも、 この7フィート以上、ファンボード買うのであればですよ。7フィート以上のやつを買ってください。というふうに、まあ、回答したいですね。ええー。うん、まあ、ショートボードと比べてね、テイクオフのアドバンテージがね、うん、圧倒的に上がるかっていうと、うん、そこのとこはね、結構、まあ、僕がここ、うん、 ここのところ使ってみた感じではね、うん、まあそ、うん、そんなに明らかに、えー、優位性があるというふうなことは言えないけど、でも、立つ瞬間の安定感というのは、まあ間違いなくあるからね、ショートボードでも、ショートボードよりか、えー、うんだ。ファンボードを買うのであれば、これぐらいの、これぐらいの長さのね、 7フィート以上のやつ。うん。ロングボードであればね、まあ、圧倒的にこの波をキャッチした後の走り出しですよね。まあ、ホバリングって僕呼んでるんですけど、ホバリングに入る速さがやっぱり全然違いますよね、ショートボードとは。うん、で、このミッドレングスと比べてもね、やっぱりロングボードは全然違います。うん、走り出しの速さが。うん できたらやっぱね、本音を言うとロングボードでテイクオフを、テイクオフっていうかもうホバリングから立つまでのアクションをマスターしてから、えー、まあ、いずれショートボードに乗りたい方はどんどん短くしていくっていうのがね、うん、いいなというふうに思います。はい。お分かりいただいたでしょうかはい。以上です。